皆さんは天気や気圧の変化で頭痛やめまいを発症したことはありますか？これらの症状は天気痛と言われます。どんな時に起こりやすいのか、それは主に3つのパターンが関係しています。1つ目は低気圧や台風などの通過による気圧の変化です。1日に20ヘクトパスカル以上の大きな気圧差が出るときに天気痛発症のリスクが高まります。2つ目は大気潮汐です。大気潮汐とは1日の中で大気が温められたり冷やされたりすることで発生する周期的な気圧の変化のことです。大気潮汐の気圧変動幅が大きいときは天気痛発症のリスクが増大します。3つ目は微気圧変動と呼ばれるさらに小さな気圧変動です。低気圧接近時や積乱雲の発生時、山越えの気流の影響などで発生します。1ヘクトパスカル以下の小さな動きですが、発生すると1日に複数回押し寄せる傾向があります。以上の3パターンが複合的に関係して天気痛を発症します。体調の変化と照らし合わせて、ぜひとも天気痛が発症する前に予防薬やマッサージなどで対策をしてみてください。